ちゃ。こんにちは。豊さん、はい、もういよいよ佳境になってます、ね、佳境だ。大変なことになってる。もうセ・リーグの3チームが、うん、まあ、えらいことになってますし、うん、中でもでもね、えらいことになってる3チームっていうけど、うん、巨人はちょっと置いてかれてるな、あの上にチームにですよね。やっぱ雰囲気的にも、ああ雰囲気的にもですか。雰囲気的にも置かれてる、置かれてる、うん、じゃ あの今ヤクルトとやっぱり阪神でいうと勢いがあるのがヤクルト、うん、 で、 まあ、でもね、はい、阪神は必死だわ。必死さが伝わる昨日プレーがあったの。はい、島田か先頭バッターで出て、で盗塁決めてサンズの時に、でサンズがどうしたかというとさ、返しに行くんじゃなくて必死に右打ちしたんだよ。それでワンアウトサードを作り、木浪が初球をレフトフライ、はい、まあ与田監督もいい感してたよな。レフトの福田を変えて武田に変えたんだから、でそこに飛んだ、はい、まあでも島田の足の方が上回る。で決勝点、このサンズの右打ちは俺もすごい涙が出るぐらいなんか愛おしく思えたよ。なんかそのチームに貢献したいっていう気持ちですね。だからそのぐらいやっぱりサンズが右打ちしなきゃいけないぐらいやっぱり行き詰まってんだよ、うん、阪神も、はい、でもその必死さがなんか勝利を呼び込んだという。で逆に言えばヤクルトはもう初回からノーアウト満塁作り、はい、村上が初球のカーブかなんかをホームラン、満塁ホームラン、はい、これで決めたという。いややっぱね、お祭りというかなんか必死さが伝わるよ、ヤクルトも。そうですよね、うん、で中でもその阪神のその今苦しい中での必死さっていうのを豊さんおっしゃってたんですけども、うん、まあ、苦しいといえば、うん、やっぱり佐藤輝明選手が、うん、まあ、今2軍にいます、うんうん、いつ一体じゃあ1軍に上がってくる。いやもう上げていいと思うよ。あもういいですか。いや打てないんだったらもう全体的に流れが悪く、はい、もう昨日なんか4番以降ノーヒットじゃないか、あれ島田打ったか。いやもうとにかく下位打線がやっぱ機能してないんだよ。そしたらホームランを打てる佐藤輝明を添えた方が俺はうまく回ると思う。うまく回るっていうかもう腹据えて、はい、そこはもう我慢じゃないかなって思うよ。あもうここから先は我慢してでもやっぱり好調だった以前の佐藤輝明選手を信じて、うん、信じれないけどね。そこ信じれないけど、はい、相手が嫌だと思う。やっぱ間違えたらあるっていうバッターを置いといた方が、はい、で塁に出ても足も使えるし、はい、まあ、守備もそんな下手じゃないしね、うん、あの足手まといになる選手じゃないと思うんだよ、はい、ただ打つか打たないか だけの話なんだよね、うん、だから俺は我慢してたらそのうち出るし、はい、もうあの開幕のカードメンバー、スターティングメンバーに戻してもう一度戦った方が、はい、俺は調子が上がった時には勢いが出ると思うてるんだよね。でも阪神も必死だよ。それが伝わるだけに胸が痛いね。あ見てても、うん、だから佐藤お前が春先確かに引っ張ったけど、はい、もう一度頑張ると、まあ、声援をね、まあ、送りたいけどね。じゃあもう豊さんが阪神の監督だったらもう今すぐにでももう一回上げて、で特にこの週末がちょっとキーになってくるじゃないですか、うん、巨人と阪神のまたあるので、うん、多分ね矢野監督が、まあ、期限がもう過ぎたけど、はい、上げなかったのはバンテリンドームとやっぱ中日の投手陣っていうことをやっぱ少し考えたと思うよ。ここで上げたらやっぱスタートで使おうと思ってるはずなんだよ、うん、上げなかったっていうのはやっぱバンテリンドームってホームランが出にくいしやっぱ投手力がいい。そしてそこでまたバタバタっとやられるとんちょっと待ってよと思ったと思うんだよね、はい、だから一番機運が盛り上がる巨人戦に行くんじゃないかなっていうようなそんな感じがするんだよね。この週末の巨人戦で、うん、いやもう週末の巨人戦は巨人をもう落とすために腹くくって勝負するしかないと思うんだよ。2チームを意識するよりはもう1チームにしたいわけよね。三つどもえっていうよりも、はい、そしたらずっと目の上の単国だった巨人をやっぱあのこの週末の3連戦で強としたいと思ってるんだよ、はい、ここでもう2勝1敗でもすればさやっぱ巨人はねほとんどなくなるよ。優勝の可能性もう危ないよ。そうなんですね、うん、危ないと思うよ、はい、それはやっぱきついよ、うん、阪神はピッチャーがいいし、うん、ヤクルトはもうチーム力がぐっと上がってるし、うん、気持ちも上がってる、うん、だからそういう意味では非常に厳しくなってくると思うよ。全くゼロではないけどね、はい、ゼロではないけど非常に苦しくなる。でその対戦する苦しい巨人なんですけれども、うん、中田選手を上げて、うん、即とまあスタメンで使いました、うんうん、豊さんこれに関してはどうですか。あのね中田は確かにファームでは打ってたよね、はい、5打数4安打とかさ、はい、2打席連続ホームランとか近年にない好調ぶりだったよ、はい、そうですよね。いやいやでもファームだからねあくまでもあくまでも、うん、ただ
俺は甲子園で菅野が投げて3本のホームランで勝った。やっぱ巨人はホームランで勝つチームなんだよ。でホームランで気運が上がってくるチームなんだよね。だからそういう意味では中田のホームランには期待したんだと思うけど、でも流れがいい時に調子が良くなる、これから行くぞみたいな、はい、エースが勝った3本のホームランが出ましたみたいな、うん、最下位の広島ですみたいな、はい、ここで行きますって言った時に中田を入れちゃ俺はいけなかったと思う。これなぜかというと、はい、中田がうんぬん悪いとかじゃなくて、はい、ちょっと流れが良くなってる時に新しい人を入れるのはやっぱ冒険に近いと思うんだよ。ここでうまくいけばいいけど、うまくいかなかった場合には誰の責任である？まあ中田選手、中田が悪いっていうことになるよね、これ自然に考えると、はい、いやだから俺は中田の使い方っていうのは超本当にチームの状態がもう危機的な状況になった時、例えばここからもう優勝は厳しいって言った時から中田を入れて、じゃあ中田のホームランで勝った、1ゲーム差縮まった、 2.5 になった、 1.5 になったっていうような使い方をしてあげないと、なんか負のオーラみたいなのを背負わされてる感じがして、だから非常に扱いは難しいと思うよ。まあ確かに昨日使ったっていうのは冒険だったと思うんだよね。原監督も調子がいい時にファームから上がってきた選手は使おうと、これも自然の考え方だよね、はい、で打ってくれってもう本当に祈るような気持ちだったと思うんだよ、うん、でも結果が出なかった、はい、で結果で勝負してるわけじゃない、はい、だから失敗だったっていうことになっちゃうよね、うん、なりますよね。中田選手自身ももっとさらにスパイラルに入っていっちゃうっていう、だから扱いは非常に難しい。そうですね、これ、うん、どうな、これ以降原監督は中田選手どういうふうに使っている？いやもうここまで使ったら使い切らなきゃいけないよね。逆にそういうふうに、俺はただやっぱあまりにも打てないんだったらまた変えて、もう一軍に置いとく選手じゃないし、はい、それはなぜかというとやっぱ代打では慣れてないしね、代打ではっていうんで、もう一度やっぱ体を絞ってみたいな、だからもうそれには時間がないんだよ。まあ、一回また下げてっていうことをしてる時間はないんですか？ないないない。あ、だから俺はそこはもうちょっと慎重にしてやってほしかったなって、もう本当に究極手を打ちようがないって時に中田を差し込んで、中田お前チームを救えって、はい、それでホームランで勝ったとか、うん、タイムリーで勝ったとか、もうもともと勝負強い男だからさ、はい、やっぱ環境が変わって慣れるまでに時間がかかる男かもからね。そうですよね。でだから中田自身も苦しいし、うん、原監督も苦しんでると思うよ。いやそうですよね、チームもチームだし、中田選手も中田選手だしというところで、そうそうそう、となるとそのこの週末の、阪神と巨人のこの3連戦は佐藤輝明選手は豊さん的には入れた方がいいスタメンに、ただ、はい、先発ピッチャーを考えると高橋メルセデスっていうのは鉄板で来るんだよね、はい、多分、はい、となると左か左かって、うん、これは考えちゃうんだよ。ただ佐藤輝明が初ホームランを打ったのは田口で、はい、やっぱり左なんだよね、うん、だからまあ苦にしないっちゃ苦にしないんだけどね。なるほど、うん、逆にじゃあ中田選手はこの阪神との3連戦でスタメンではどうしたらいいですか？外して違う選手に。いやもう使った以上はもう使うしかないと思うよ。心中もうするしかないと思うよ。だからもう待つしかないよね。もう中田選手が調子が、もうだから原監督は徳川家康だよ。ホトトギスですか？もう泣くまで待とう、ホトトギス。もうその心境しかないよ。辛抱強くっていう、泣かせてみようってはしたけど、うん、泣かなかった。ファームでも泣いたけどね。ファームでは、そうですね、ファームでは泣いたんですけど、うん、いやだからもう待つしかない。ただまだ1試合だからさ、はいね、中田がファームから上がってきて1試合しか経過してない。また床田も良かった昨日。そうですね、それはなかなかねいいピッチャー打てないよ。そうですよね。そうそうそう、いやだからそれはもう仕方ない。だからもう今日からだよ。そうですね、うん、もうここは入れ替えて気持ちを、うん、だから中田をもうちょっとこうなんていうのかな、取り込んでいくチームに、うん、まあ、一生懸命やってると思うんだけどさ、元木がいるし、はい、ね、坂本もいるから、うん、やってるとは思うけど、もっともっと中田の心を開かせないとね、なんかこう、ポツンと一人で野球やってるような、そんな見え方なんだよ、うん、だからそれじゃいけないし、で、まあ、ヘッドスライディングもできる男だしさ、はい、
だから頑張ってほしいなと思うよね。そうですね、うん、この週末佐藤輝明選手そして中田選手それぞれのチームの起用法っていうのをちょっと注目して見ていき、まあ、佐藤が上がればな上がればそうですねそうそうそう上がればマジな感じですね。まずはね、まあだけど俺は阪神はね、はい、本当に必殺伝わってくるし、はい、あのサンズの身内なんか感動したしね、うん、助っ人が、はい、ああこういう野球は頭もあるんだと思ってさ、うん、あ感動したしその必殺っていうのはものすごく伝わってきてるだけにね、はい、あれを佐藤が見て、うん、じゃあ俺もチームの力にっていう風にさもう一回奮起して自分のことよりもチームのためにっていうね、はい、そういう気構えを持って上がってきてほしいなと思うね。そうですね、はい、はい